1年ほど前にこの辺りからキャベンディッシュ苗を植えていったんですが、この石積みのところはですね、残念ながら去年の台風などで土砂崩れを起こしまして、何本か生き埋めになってしまって、まあ気の毒なことをしました。でここからはですね、キャベンディッシュが残って、このように葉が生い茂って、小株もですねだいぶ出てきているところがあって、ここはこちらがシークワーサー、道路を挟んで進行方向に向かって右がシークワーサー、左が山の方になっていって、やや日陰になってキャベンディッシュが植わっていますので、やや日陰なのでちょっと生育が遅いですね。まあそれでもこれなんか結構大きくなってきて、このように小株、ここは今3本4本出てきてますね。もう6本とか出てきてだいぶ取ったところもあるんですね。このキャベンディッシュなんかは、ここはちょっと日当たりですね、右の方がもうキャベンディッシュ畑ですから。それでここからはもう小株5本取って、今これ6本7本8本と8本ぐらい入れたんですかね。でここが道路に植えてあるキャベンディッシュの最終で、それでこちら側から降りていきますとですね、手前は三尺バナナや台湾バナナとかミニバナナなど植わってますけれども、下の方に降りるにつれて全部キャベンディッシュになるんですね。まあ、1年前のムービーと比べてみますと、よく成長したなと思いますね。まあかつての仲間たちの勤労のおかげもあって、立派なバナナ畑になったように思いますね。まあ、この辺は家を建てた大工さんの一人が分けてくれた三尺バナナなんですが、まあ、ここは日当たりがいいのとシャチになっていますので、三尺バナナもですね割と大きく育っていますね。小株もだいぶ出て元気ですよね。まあ、ここもいずれ全部花が咲いてくると思います。でこの手前は三尺ですが、向こう側にあるのは全部キャベンディッシュなんですね。で左側の方にはマーサンバナナとか、また向こうの方にはキャベンディッシュとかも植わって、この辺はまあベジタブルで、小株もですねちょっと掘り上げる時間がありませんでしたので、もうこれは掘らないでこのままにしておこうと思ってます。小株といってももうだいぶ大きいですから。でキャベンディッシュの方は花が咲いて実がなってと収穫期に向かっているものと、それからこれから花が咲くものと、まあ分けてもらった時の苗の状態によってあれこれ違うんですけれども、まあここはこの前写真も撮影しましたが、まあ立派に実がついていますね。ここにバナナハートがあったんですが、それはカットしました。このようにたくさんついています。まあ1年間でこうなったわけですね。ずっと下の方はキャベンディッシュです。まあ小株もたくさん出てだいぶ大きくなってきてるので掘り上げないといけないんですが、今ハウスの方ですね、
のバナナをやっていて、なかなか手が回らないんですね。なんか一人であちこち行って掘ったり植えたりしてるもんですから、どこかやってると他の場所が、おろそかになって、小株が大きくなってしまったりとか、そんなことを繰り返しています。まあ、ここは整然としたキャベンディッシュ畑みたいになっていて、どん詰まりの向こうはお隣さんのみかん畑になっていますね。キャベンディッシュなどを植えただけで、カラスがですね、パパイヤの種とか撒いてくれますので、落としますので、このように育って実がついてきていますよね。これはもうほとんど野生のパパイヤに近いんでしょうかね。見た感じではタイの2号系統のように思うんですが、まあこうやってバナナを植えておけば、やんばるはカラスが多いので、勝手にパパイヤが植わっていくというか増えていって、まあ食べることもできるわけですね。このように実がつくものとですね、ここもついていますね。これも雌花ですね。ここのパパイヤも、まあカラスのおかげで食べられると思うんですがね。それから、まあ雄花はこういうふうにですね、ひょろひょろと長く伸びるタイプの雄花で、これは実がつきません。まあもちろんカラスは雌花、雄花、雌株、雄株、どちらも巻いてくれますから、まあこういうのを後始末して、またカラスが 実のあるパパイヤを巻いてくれるのを待ってればいいわけですよね。まあ、こちらにはまだバナナハートをカットしていないキャベンディッシュの実がついている房がありますね。今、蝶がやってきたところですね。まあ、1年間でこうなりました。まあ、いろいろなことがありまして、4人の常住者で始めた果樹園なんですが、まあ、3人立ち去りましたので、まあこうなるまでね、いてもらえなかったのが残念だったんですけれども、まあ3年間待って辛抱してやってくれてればですね、まあいずれ夫婦には民宿持ってもらって、独立してもらって、もう一方別の方には食べるハウスみたいなものを提供して、私はここを去ってもうちょっとこじんまりしたところに移る計画でいたんですが、まあ5ヶ月で夫婦は去り、あともう一方はですね、まあ去年の12月に去ったんですが、まあどんな仕事でもですね、設計したもの、あるいは青写真プロジェクトを立ち上げた人のもとで、3年間ぐらいは作業しないと完成しないんですね。まあ、5ヶ月とあと1年以内で去られたのでは、あと1人で、まあ、こういうふうに、なんとかかんとか仕上げてきたんですが、それを収穫販売にまで結びつけて、果樹園としての経営まできちんとさせて、そしてその後、こうしたいという希望があるならですね、私は人をとどめるとか、自分のもとに長く来させるのは好きじゃないので、いずれそれぞれが自立する。ヨガの修行と一緒でしてね、教育、指導というのは、相手を
自立させるために行うわけですから、私はとどめておいて支部を作ったり、まあ経営に専念するというような方針を取ってきませんでしたので、いつの場合でも相手が自立して私が学んできた先生方、農業でしたら天然農法の藤平先生、ヨーガでしたらおそらくは地球ができて最高の聖者であったろうラマナ・マハルシの教えなどを私が学び、そしていささかでも恩返しとしてその教えを普及させようと努力しているように、そのように自分でも学び、そして自分がものにしたところは人様にも指導してあげれる、あるいは他の方たちが同じように学習したいというのでしたら、その手助けをしてあげることができるような自立した生き方をできるように私は指導お手伝いをしているだけですから、まあ、それにしてもやはり3年間ぐらいはですね、私が考えてきたことを理解して実践するというふうにしてもらわないとですね、3年間例えば働いてくれたらその恩返しとして民宿などを経営したかった、経営したかった40の夫婦にはまあそのようにしてあげたでしょうし、その伴侶奥さんの母親にはですね、5年ぐらいしたら民宿持てるようにしてあげるからと、もう最初から約束していたんですね。でもう一方にも、またその他の仲間で、まあ非常に貢献してくれた人にも、できれば食べるハウス、私が考案した食べるハウスという場をですね、このセルフバナナホーム以外のところに、まあ、購入して、そのまま差し上げたいと思ってたんですね。まあ、夢の後でしたが、こういうバナナ園に今はなっているということですね。また1年したらどうなっていることやらと思いますけどもね。